プラザ・サウスウェストと AD ビジョンの本部 AD ビジョンはアメリカ合衆国の多国籍マルチメディアエンターテインメント会社であった。テキサス州ヒューストン日本社がヨーロッパやアジアにも支社があり、ホームビデオ制作、販売やテレビ放送、劇場用アニメ公開からグッズ販売、オリジナル作品制作、雑誌及び漫画出版までと幅広い分野の活動を行っている。 1992年にジョン・レッド・フォードとマット・グリーンフィールドによって設立されて以来、この会社は大きな成長を続け、いくつかの子会社を持ち、様々な内容の作品を手掛け、オリジナル作品を制作してきていたが、2009年9月に資産を売却し事業を停止した。代表作はガイナックスのアニメシリーズ、新世紀エヴァンゲリオンであり、 1997年に ADV がアメリカで公開して以来何度も再リリースされてきた。ADVision は1992年にジョン・レッド・フォードとマット・グリーンフィールドによって設立。日本の創実が自身の持ち株会社ヤシーとデベロップメント・バンク・オブ・ジャパンと自身の持ち分け会社でもある映画配給会社クロックワークスが a d v ジョンに資金を提供し、正当な配当を、創日側に渡すことを発表した。ADV の創設者の二人は、自社の筆頭株主及び CEO にとどまった。ヤシーの子会社アームも、ADV から新たな配給権を得るため ADV に、資金提供をすると思われる。その報酬として、ADV は創日が、北米や欧州の作品を日本に輸入する作業を、 手伝うことにする。ADV によると、自分たちは、漫画の仕入れに関する、大きな計画ができているとの報告がある。2007年8月1日から、ジェネオンエンタテインメント作品のマーケティング、配信、販売を、ADV フィルムが行うという通告が、小売業者たちのもとに届いた。その準備として、ジェネオン USA は、多くのセールス部門を一時休止。ところが、 9月に入って ADV フィルムによる配信が取り消される。電通は2007年9月21日に出版された雑誌の記事上でジェネオンエンタテインメントと ADV がお互いに合意できなかったという理由だけで配信事業が取りやめられたことを認めた。2006年6月 ADV フィルムはより多くの日本の作品を手に入れるために 日本の創実と業務提携を結んだ。この点において、すべての ADV の作品は、創実のサポートによって、権利を取得することができた。しかし2008年1月に入ってから、なぜか ADV は、自身のウェブサイトから大量の作品を消してしまった。英語版の視況ディスクがあったほど高く期待されていた、天元突破グレンラガンを含む、 創実と ADV の共同作品がすべてなくなっていた。2008年5月現在、こういったタイトルの確認はできていないが、天元突破グレンラガンは、その後、バンダイエンタテインメントがライセンスを取得した。ADV フィルムは、テキサス州ダラスに、本拠地を構える ADVision の中核会社にして、ホームビデオ部門でもあり、アニメや国内外の特撮、 アクション映画のビデオ販売に力を手に入れている。1996年には、イギリスに ADV フィルムの使者が設立され、アンドロメダなどといったアクションテレビドラマシリーズや日本の映画を海外に販売し出した。ADV が初めてライセンスを取得し、販売した作品は、魔物ハンターやかしこ。この企業は、北米で初めて完全、デジタルビデオマスタリングし、 翻訳したアニメのライセンサーであり、すぐに広大な作品のライブラリーを取得した。当初これらの作品は日本語の音声に英語の字幕をつけただけのものだったが、何年かして ADV フィルムは現地の俳優を使って英語版を制作、リリースし出した。ADV は収録機器の揃った制作スタジオのようなものを使い出したが、数年後には テキサス州のヒューストンとオースティンに本格的な収録スタジオを設け、それぞれスモークミラーズとモンスターアイランドと名付けられた。2005年初期にモンスターアイランドの方は完全に閉鎖され、スモークミラーズは ADV スタジオとして知られるようになった。ここ数年 AD ビジョンはテレビゲーム事業における吹き替え業がいくらかうまくいっており、 日本の実写アクション映画の吹き替えも手掛けるようになった。ADV フィルムは、アニメ ADV、オケツと呼ばれる、北米にある3000近くのアニメクラブに、映画素材や、その他宣伝材料を提供する番組を制作した。番組のクオリティを上げるために、クラブには、最低10人のメンバーがいなければならず、地元の高校や大学、公立図書館がスポンサーとしてついていなければ、 ならなかった。また、会員は自分たちに与えられた内容の調査に参加することが求められた。2007年 ADV フィルムは、この番組を中断し、2008年1月18日になって番組に必要な材料が多くて、再開の目処が立っていないということを伝えた。それでも、アニメクラブに作品の上映を許可している。ソフトセルピクチャーズは、 アダルトアニメを専門とする子会社であるが2005年に閉鎖。多くの作品のライセンスはライトスタッフインターナショナルのアダルトアニメ部門であるクリティカルマスが取得した。ニュータイプ USA は日本の雑誌月刊ニュータイプのアメリカ版。ADV は自分の広告事業のパートナーにニュータイプ USA が2008年2月号をもって配刊することを伝えた。 2008年3月に創刊号の出たピックという雑誌はアニメや漫画、テレビゲームなどといったポップカルチャーを扱い、現時点ではニュータイプ USA の後継史と考えられている。アニメネットワークは北米のアニメ専門チャンネルである。2003年にアメリカで開局して以来全米初のアニメ専門チャンネルにしてビデオオンデマンドサービスの マルチシステムオペレータ局として機能している。ADV 漫画は ADV 内にある日本の漫画作品のライセンス取得及び英語版出版部門である。2003年に設立されて以来、アメリカの漫画市場の中で驚くべき成長を遂げ、多くの漫画を世に送る。ところが、ADV 漫画は2004年後半から2005年にかけて作品の多くの掲載を取り留めてしまった。 2005年後半からは、知名度のある、読み切り作品を含む、少数の作品を載せた、月刊誌として、スケールバックしたやり方をするようになった。2006年に、ADV 漫画は、新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンドセカンド全六巻を、出版し、2007年には、ヨッバと、や、ガンスリンガーガールといった、休止状態にあった、人気作品の連載を再開した。 アニメエキスポ2006では、アリア、タクティックス、ピースメーカー鉄といった ADV 漫画が打ち切った作品のライセンスを東京ポップが取得したことを伝えた。ADV はアニメ映画のサウンドトラックを配信する音楽関係の企業である。ライトスタッフインターナショナルとの合同企業であるアニメトラックスを得た後、2003年に設立されて以来、新海底軍艦や 万能文化、猫娘、鬼武者になどといった作品のサウンドトラックが代表作となっている。ADV プロは ADV ビジョンのアニメ制作部門である。レディレスやミューティニアーズムーンなどといったオリジナル作品を制作している。ジョン・レッド・フォードは ADV プロを再び活性化した企業と表し、ミューティニアーズムーンの制作に参加したが、 ADV フィルムの金銭的状況からして ADV プロの立場がどういうものかは知られていない。ありがとうございます。